テニスの全豪オープン、オーストラリア、メルボルン、ハード、グランドスラムは27日、車椅子テニスの男子シングルス決勝が行われ、第2シードのオダカイトが第1シードのエイヒューエット、イギリス26、262、6対4のストレートで解消し、同大会初優勝を果たすとともに、4大大会3勝目を挙げた。 17歳で世界ランク2位の小田が同大会に出場するのは2年連続2度目。初出場となった昨年大会では準優勝を飾った。昨年、全仏オープン、フランス、パリ、ネットクレー、グランドスラム、トウィンブルドン、イギリス、ロンドン、芝、グランドスラム、を制し史上最年少での世界ランク1位も記録した小田。 戦後オープン初制覇を狙う今大会は3試合全てでストレート勝ちを収め決勝に駒を進めた。当1位のヒューエットとの顔合わせとなった決勝戦の第1セット。小田は第5ゲームでブレークポイントを握るとリターンからヒューエットのミスを誘い先にブレークに成功する。その後、第7ゲームでもリターンエースを決めブレークを奪い先行する。 第2セット、勢いに乗った小田は第1ゲームでバックハンドのウィナーを決めブレークに成功。第6ゲームでは4度のブレークポイントを握られたものの、これをしのぎキープすると、直後の第7ゲームで小田はこのセット2度目のブレークを奪う。第8ゲームで1つブレークを返された小田だったが、サービングフォーザチャンピオンシップとなった第10ゲームをキープし、 同大会初優勝を飾るととともに、昨年のウィンブルドン以来となる4大大会3勝目を挙げた。